しです。どうも、もう返せません、赤崎です。はい、振り仕切らなきゃですよね。いいよろしくお願いします。はい、はい、さあ、今回こちら、うん、踊る麺アキラです。はい、場所、ハテナがついてますけど、うん、どういうことなの、後ほど説明していきます。はい、なるほど。今回は、究極の混ぜそばのみ、うん、ということなんですね。うん、で、まあいろいろこう、見てますけど、冷やし混ぜそばというのに、これ変更もできるんです、ね。プラス100円で。そうなんです。夏だから。で、なんと、移動販売車で、提供するんですよ、この状況は。そういうことね。このように月曜日大手町、火曜日秋葉原、水曜渋谷の金曜市ヶ谷。というわけで今回は水曜日の渋谷行ってきました僕。そんなサービスあるんですよ。ご覧ください。本格的でしょ。ねえ、野菜に絡みはマシマシで、油気持ちだけなんだけども、なんと油だけはちょっとね入手しにくいところで、コーラあんまり対応してない。なるほど。その代わりこのようにね、豊富だね。充実したトッピングがいっぱいあるんですね。これ全部ぶち込んでますね今回。ご覧ください。ね、近くの公園に移動してます。爽やかだね。なるほど。セルリアンタワーの裏に行ってます。あ、出ました。豚、うん、ねえこれご覧くらい、このめちゃめちゃ綺麗な円、うん、本格的な巻き豚、数学の授業で使えるんじゃないですかこれ。完璧な 3.14 でしょ、この円周率。はい、ねえ、これマジで、はい、あーですよね、肉食ってる感のすごいムチムチ巻き豚なんですね。いやいや野菜も食っていきますよ、野菜も、はい、ね、シャキシャキなんで先ほどのムチムチと交互に食うと絶品なんじゃい、うん、ということなんですね。で、続けざまにこの麺をいくんだけども、うん、これよーく見ていただきたい、この麺、うん、ね、いつもとちょっと違いますよね。うん、つるっつの、つるつるなんです、まずね、はいはいはい、平打ち麺、これなぜかというと、うん、テイクアウトなので30分経っても伸びないようにね。なるほどね、大工夫されてるんですよ。うん、プラス今回は腕肉入ってるんです。巻き豚っていうのはあれバラ肉だからほとんどね。はいはいはい、腕肉も柔らかくて味濃い、こっちの方が染み込みがすごかったですね。はい、野菜と組み合わせてね、とんかつとキャベツを合わせて食うみたいな、なるほどね、感覚です。はい、まあ、程よくね、うん、程よく納得しました今。しました。はいはい、飲み込みましたちゃんと。はい、そうです。そしたらね、あ、そこで、あ、麺をよく見るチャンス。うわー、あ、え、チャンス、あ、終わっちゃった。屋外で食うっていいっすよ。いや、そうそうそう、これは目引くね、だいぶ。いや、引くでしょ、周りの人もキョロキョロ見てましたけども。そしてね、ニンニク&フライドガーリック、ね、フライドガーリック、あ、なるほどね、枠入れしてるんで、オフィスの方でもね、ニンニクだけはダメだぜということで入れてください。これは困っちゃうぜ。いや、ちゃんと入れてくださいね。ただね、今回炎天下の下で食ったので、もう暑くてね、ちょっと、確かにそれはね、はい、眩しいもん、画面が眩しいです、はい。光彩度がすごいですよね、光の彩りの度合いがね。で、買う前にちょっと食べる場所をね、決めてから確かに購入された方がいいと思います。特に大手町とかオフィス街なんで、うん、特に気をつけた方がいいと思いますよ。ということでこちらご覧ください。マシマシレベルは驚異の 89.6°C だ。高い。でも移動式で、いや、そうよ、確かに、もう甘く見ないでほしい。なんかやっぱり移動販売車イコールなんかフードコートみたいなイメージがあるじゃないですか。全く違うから。確かに見たら本格的でした。本当に、そうそう、本家の二郎の厨房を丸ごと移動させてるみたいな。なるほど、今二郎って言いましたけど、なんと元二郎の店員さんとこれ共作で作ったらしい。だからもうそれは本格的なはずなのよ。そりゃそうだね。というわけでね、曜日が限定されてるんで、皆さんもよーく調べてから、お店のツイッターなどもあるんでご覧ください。はい、ごちそうさまでした。はい、よっしゃ。